皆さんこんにちは、車田和久です。今日は初めてシリーズの第3弾としまして、音楽の父と呼ばれたバッハを紹介します。バッハの名曲につきましては、すでにマタイ受難曲をはじめ、平均律クラビア曲集、自由戦場のアリア、それから無伴奏チェロ組曲など、いろいろな名曲を紹介してきました。このような名曲を残したことで、バッハが偉大な作曲家であるということは広く知られているんですが、じゃあ一体バッハはどのような作曲家なんだろうかっていうふうになると、その全体像を把握するのは決して簡単ではありません。なぜならバッハはものすごくたくさんの作品を書いたからです。バッハの作品の多くはすでに失われてしまったんですが、残されているだけでも1000曲以上あります。今日はバッハはどんな作曲家だったのか、どのような作品を書いたのかなど、その魅力と特徴を紹介していきます。バッハは1685年にドイツで生まれましたが、その時代をバロック音楽の時代というふうに呼んでます。これはモーツァルトが活躍する古典派って呼ばれる時代の前の時代にあたる時代です。ではバロック音楽の時代の大きな特徴は何でしょうか。この時代にはヨーロッパ各地で豪華なお城や教会がたくさん建てられました。それらの建物の内部はカラフルな天井画や壁画で描かれ、金色の枠で縁取りなんていうのがされています。このような時代を一言で表すならば、それは豪華絢爛です。このように貴族が贅沢を尽くして暮らしていたのがこのバロック時代で、その結果18世紀の終わりにはフランス革命につながってしまいます。だけどそうなる前の貴族がまだ贅沢を尽くしていた時代がバッハが生きていた時代なんだっていうところを押さえておきましょう。ちなみにフランスのベルサイユ宮殿はバッハが生まれる3年ほど前に建てられました。ではそのような時代に作られた音楽っていうのはどんな音楽だったんでしょうか。音楽もとにかく豪華絢爛です。トランペットが至るところで活躍してファンファーレを奏でます。またコロラトゥーラと呼ばれる細かい音符がたくさん使われ、さらにはトリルなどの装飾音符もたくさん用いられました。そんな時代に生まれて活躍したのがバッハなんですが、実はこのバッハはこの時代の最先端を行く音楽家ではありませんでした。その理由の一つは、バッハが生涯ドイツの片田舎から出ることがなかったっていうことです。当時の音楽の中心地といえば、やっぱりヴィヴァルディなんかが活躍したイタリアでした。それからフランスやイギリスも音楽が盛んでした。でもそれと比べるとどうしてもドイツっていうのは見劣りしてしまいます。バロック時代っていうのはイタリアでもフランスでもオペラがたくさん書かれたんですが、ドイツではこのオペラっていうのはそんなにたくさん書かれなかったんです。同じ年にドイツで生まれたヘンデルはイタリアに留学して、そこで最先端のオペラを学びます。その後ロンドンで世界中から優れたオペラ歌手を集めて、ロンドンをオペラの中心地にしちゃうんです。一方バッハはその当時優れたオルガン奏者としてはそこそこ知られていましたが、作曲家としてはそれほど高い名声を得ていたわけではありませんでした。その名声は同世代のヘンデルやテレマンとは比べ物にならなかったんです。バッハの息子の一人は後にドレスデンという町で働くことになるんですが、そこの宮廷で仕えている人たちの給料と比べて父親のバッハの給料があんまり高くないっていうことを知ってショックを受けたっていうふうにも言われてます。そのような人物がバッハでした。だけどバッハというのは非常に勤勉で真面目な作曲家だったんです。だからドイツにいながら世界中の音楽を熱心に研究して様々な作品を生み出してます。しかしそれは時代の流行に乗ったものではありませんでした。バッハの次にやってくるのはみんなが知ってるモーツァルトたちです。実はこの時代の作曲家たちの音楽っていうのはだんだんとモーツァルトの音楽に近づいていってました。しかしバッハはそのような流れに逆らうようにフーガなどバロック時代の前からあるような音楽にのめり込んでいくんです。そのようにして書かれたバッハの作品なんですが、いくつかの例外を除いてほとんどの作品が死後一旦忘れられることになります。しかし後の作曲家たちによってこれらの作品が再発見され、徐々に評価を高めていくんです。そして現在では音楽の父っていうふうに呼ばれるまでの存在になりました。これからはバッハの作品を見ながらどんな特徴があるのかを一緒に見ていきましょう。
バッハは音楽一族の出身で、父や兄、それから親戚などから音楽の手ほどきを受けて育ちます。当時は教会のオルガニストなんていうのが最も安定した職業の一つだったので、バッハにもそのような音楽家になることが求められたんです。その結果、バッハもオルガニストとして名前が知られるようになります。ヨーロッパのすごいところは、どんなに小さな町にも必ず教会があって、そこに立派なパイプオルガンがあることです。もちろん大きな教会に行けば、それだけ立派なオルガンがあります。バッハもこのように教会でオルガニストとして働き、そこでたくさんのオルガン曲を書くんです。現在だいたい250曲ぐらいのオルガン曲が残されています。最もよく知られているのは、学校でも習うフーガ、トタン調、それからトッカータとフーガ、二短調です。オルガンの音色っていうと、真っ先にこれらの曲のような音色を思い浮かべる人が多いと思います。しかしオルガンの音色というのは、この2つの名曲で聞かれるよりもずっと多彩です。そのような魅力は、バッハが作曲したオルガン小曲集などで味わうことができます。オルガン小曲集っていうのは、ドイツのプロテスタント教会で歌われる賛美歌であるコラールの旋律を元に作ったオルガン曲です。このコラールの旋律っていうのは、当時教会を訪れていた民衆にとっては非常に馴染みのある旋律だったんです。バッハはこのようなコラールの旋律をもとに、さまざまなオルガン曲を書きました。パイプオルガンといえば、前面には見事な金属製のパイプが並んでいますが、実は内側には木製のパイプなんていうのもあるんです。パイプにはリードが取り付けられているものなんかもあり、一つ一つ音色が違います。そのような異なるパイプの音色を組み合わせて作るのがオルガン曲なんです。このオルガン小曲集では、どちらかといえば柔らかな音色を使って演奏される曲がたくさんあります。それはフルートの音色だったり、オーボエの音色だったりと様々です。このオルガン小曲集では、一つ一つの音色の違いを楽しむことができますから、オルガンに興味がある人はぜひここから聴いてみてください。オルガニストを務めたバッハは、後により良い待遇を求めて転職を繰り返していきます。バッハには子供が20人もいて、さらに親戚の子供たちの面倒も見ていたので、待遇ってのは非常に大事だったんです。そんなバッハは、バイマールとかケーテンという町のお城で働くことになります。そこで彼が作ったのが、たくさんの器楽曲です。バッハの時代、音楽家っていうのは基本雇われのみです。どんな音楽を作るのかっていうのは、雇い主と大きな関係がありました。とは言っても、大きく分けて就職先っていうのは2種類で、大体の場合はお城に就職するか、教会に就職するかのどちらかでした。お城に就職したら、そのお城で演奏されるのにふさわしい曲を書くのが仕事です。どんな作品かというと、主に器楽曲が中心になります。お城の一室で演奏される小編成のオーケストラです。ということで、バッハもここでせっせと仕事をして、器楽曲を次から次へと書いていくことになります。そうした中で生まれた傑作としては、ブランデンブルク協奏曲とか管弦楽組曲の名前が挙げられます。ブランデンブルク協奏曲の第5番は、学校の音楽の教材としても使われていましたが、長いチェンバロのソロが有名です。それから管弦楽組曲といえば、あの G 線上のアリアがとりわけ有名な曲として知られています。これらの音楽っていうのは、バッハの曲の中でもとりわけバロック時代の音楽っていうのを反映した曲になっています。そしてこれ以外にも、たくさんの器楽曲が誕生しました。最近ではこのチャンネルでも、無伴奏チェロ組曲、それからシャコンヌなどの名曲を紹介しています。このシャコンヌという曲は、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータといった曲集の中に収められています。またバッハはこれ以外にも、チェンバロ協奏曲、それからリュートのための組曲など、たくさんの器楽曲を書いています。
さて、このようなバッハが勤め先とは関係なく作り続けたジャンルがあります。それが鍵盤楽曲のジャンルです。今はほとんどがピアノで演奏されますが、当時はチェンバロとかクラビコードっていった楽器で演奏されることが一般的でした。バッハは教会に勤めている時もお城に勤めている時もせっせと鍵盤楽器のための曲っていうのを作曲していたんです。その主な目的は息子や弟子たちの教育にありました。今はピアノを習おうと思ったら、すでに誰かが作った教則本っていうのがたくさんあります。ピアノをやったことがある人だったらバイエルとかチェルニーなんていった名前を聞いたことがありますが、バッハの時代にはそのような教則本っていうのはまだなかったんです。だからバッハはより効率的に指導するために自らそのような作品を作ったんです。そしてそうした中から数多くの傑作が生まれることになりました。インベンションとシンフォニアは今でもたくさんのピアノ学習者が学ぶ曲です。インベンションっていうのは2つのパートで、それからシンフォニアっていうのは3つのパートで書かれた作品です。このように独立した複数のパートを両手で演奏するっていうのは、ピアノとか鍵盤楽器を学ぶ人にとっては今も昔もものすごく重要なことになってます。そしてバッハはこのインベンションとシンフォニアよりもより複雑で芸術性が高い平均律クラヴィア曲集なんていうものも完成させてます。この平均律クラヴィア曲集っていうのは19世紀の指揮者ハンス・フォン・ビューローによってピアノ音楽の旧約聖書だなんていうふうに呼ばれるまでになりました。あのベートーベンも幼い頃にこの平均律クラヴィア曲集を勉強したんです。バッハが作った鍵盤楽器の作品はまだまだこれだけではありません。それぞれ6曲からなるフランス組曲、イギリス組曲、パルティータ、これらの作品はどれも素晴らしいです。またヴィヴァルディに代表されるイタリアの協奏曲の形式にのっとって作られたイタリア協奏曲も素晴らしい作品です。そして忘れてはならないのがゴールドベルク変奏曲でしょう。32曲にも及ぶ変奏曲は数を駆使した音楽的な魅力にあふれてます。その姿はまさに宇宙と呼ぶにふさわしい大きさを持ってるんです。バッハはこれだけたくさんの素晴らしい作品を残したんですが、その本領が最も発揮されたのが声楽曲のジャンルです。バッハの作品は約半数が声楽作品になるんですが、そのほとんどが教会のために作られた曲になります。バッハはライプツィヒのトーマス教会っていうところでカントールと呼ばれるいわゆる音楽監督兼音楽教師として働くんです。仕事内容は音楽以外にもラテン語を教えたりなど非常に多岐にわたるものでした。その中でも中心的な仕事の一つが毎週の礼拝で演奏するためのカンタータを作ることでした。カンタータというのはオーケストラの伴奏に合唱、それからソリストを入れた小さな声楽作品のことです。その日の礼拝のテーマに合わせた内容で様々なカンタータが作られることになります。礼拝の中で演奏されるのでほとんどの曲が15分から20分ぐらいの長さになっています。また曲によっては30分ぐらいかかるものもあります。あの主よ人の望みの喜びよで知られる曲はバッハのカンタータの中でも最高傑作の一つとして知られるカンタータ第147番の中の合唱曲です。このカンタータ147番をはじめバッハは大体全部で300曲ぐらいのカンタータを書いたっていうふうに言われてます。現在はそのうち約200曲ぐらいが残されているんですが、それらはまさに音楽の宝庫です。
しかしバッハの傑作っていうとやっぱりカンタータよりもさらに規模が大きい宗教曲の名前が上がってきます。その筆頭に上がるのがマタイ受難曲です。これは旧約聖書のマタイによる福音書におけるキリストの受難の場面をもとに描いた音楽劇です。演奏時間は3時間近くあるんですが、バッハの傑作といえばこのマタイ受難曲を筆頭に挙げる人は決して少なくありません。そのマタイ受難曲に並ぶ傑作とされているのがミサ曲ロタン調です。バッハのほとんどの声楽作品はプロテスタント教会の教えにのっとってドイツ語で書かれています。しかしこの曲はカトリックで使われていたラテン語の典礼文が題材となってできた曲です。この曲はマタイ受難曲と比べて合唱曲としての完成度が高く、合唱ファンならぜひチェックしておきたい作品です。そしてバッハはもう一つヨハネ受難曲と呼ばれる大作を作りました。これもキリストの受難を表した音楽劇なんですが、新約聖書のヨハネによる福音書が題材となっていることからヨハネ受難曲っていうふうに呼ばれています。バッハの声楽作品はそのほとんどがドイツ語っていうこともあり、日本ではまだまだ知られていないんですが、やっぱりバッハの魅力がたくさん詰まっているのがこの声楽作品です。たくさんの名曲がありますから、ぜひいつかはこのバッハの声楽作品に触れてみてください。さてバッハといえば忘れてはならないのがフーガです。フーガというのはいくつものパートが追いかけっこをするようなスタイルの音楽なんですが、実はこのフーガはバッハの時代には時代遅れになってました。しかしバッハはどういうわけかこのフーガにこだわり続けるんです。そんなバッハが晩年に残した名曲の一つに音楽の捧げ物っていうものがあります。これは息子のカール・フィリップ・エマニュエルが仕えていたベルリンのフリードリヒ大王を訪問した後で作られた曲になります。このフリードリヒ大王はフルートの名手でもあったんですが、バッハに向かってこの旋律で音楽を書いてみてくれっていう難題を出すんです。そしてバッハはその与えられたテーマで16曲も曲を書きました。そのうちの2曲がフーガで10曲がカノンだったんです。そこにはバッハの作曲技法の全てが詰め込まれていて非常に奥深い作品になってます。一方でこの与えられたテーマっていうのが割と暗いテーマなので人をなかなか寄せ付けないような雰囲気もあります。そしてもう一つ忘れてはならないのが同じく晩年に書かれたフーガの技法です。日本ではフーガの技法っていうふうに訳されるんですが、本当は直訳するとフーガの芸術っていうふうになります。このフーガの技法には14曲のフーガと4曲のカノンが収められています。バッハは単純な主題を組み合わせることでこれだけたくさんのフーガを書いたんです。僕もこのフーガの技法は最初の1曲だけを何回も何回も練習したんですが、バッハの宇宙に迫るような奥深さがある曲です。バッハの曲をいろいろ聴いたけどまだ物足りない、こういう人におすすめしたいのがフーガの技法になります。さてそれでは最後にバッハの魅力を簡単に説明して終わりにしましょう。今フーガの技法の話をしましたが、バッハはこの曲をどの楽器で演奏するかっていう楽器の指定を一切しませんでした。だからこの曲はピアノで演奏してもいいですし、オルガンで演奏しても全く問題ありません。弦楽アンサンブル、金管楽器のアンサンブル、木管楽器のアンサンブルなどどんな楽器で演奏したっていいんです。今ならバッハの時代にはなかったサクソフォンで演奏することも可能です。これが何を意味するかというと、バッハにとってはどのような楽器で演奏するかっていうその響きっていうものがあんまり重要ではなかったっていうことなんです。一方でリストやパガニーニなんていった超絶技巧の作曲家たちにとっては楽器の性能っていうのが最も大事でした。楽器があってその性能、そして自分の才能を見せつけることが重要だったんです。でもバッハの音楽においてはそういったことっていうのはあまり大事ではないんです。何よりも大事だったのがどんな楽器で演奏するかっていうことではなくて音楽の構造そのものだったんです。その構造さえしっかりと表現することができればサクソフォンで演奏しようが現在のオーケストラで演奏しようがどっちだっていいんです。
何で演奏したってその本質的な魅力っていうものは損なわれません。バッハの音楽にはそのような楽器の枠組みを超えた大きさっていうものがあります。ピアノで演奏したって、チェンバロで演奏したって、バッハはバッハなんです。それからもう一つの魅力は、バッハがその音楽でもって人の心の奥深いところを表現したっていうところにあります。特にそこでは人の弱い面っていうものが描かれていることが多いです。そこにはやはり神というものの存在が大きく関係しています。それはバッハが神の前では自分の弱い一面もさらけ出すことができたっていうことが関係していると思います。でもそういった気持ちっていうのは宗教の枠を超えて誰にでもあることです。だからバッハの音楽を聴くと、普段なかなかさらけ出すことができないような心っていうものに共感することができるようになります。そしてそれは自分自身を見つめるきっかけになったりします。そして身の回りの些細なことに感謝するきっかけになったりします。それもバッハの大きな魅力の一つです。バッハ、とにかく素晴らしい作品がたくさんありますから、気になるところから少しずつ聞いていってみてください。それからバッハについてのいろいろな解説動画はこのチャンネルの中にも結構たくさんありますので、気になる人はぜひそちらもご覧ください。というわけで今日はバッハの話でした。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。それじゃあ撮影が終わりましたんで、コーヒーいただきます。ああ、うまい。はあ、コーヒーうまいな。今日は昨日スーパーで買ってきた、このね、ボンマモーっていうフランスの会社があるんですが、そこが作ってるマドレーヌを買ってきたんで食べたいと思います。これがね、もう食べちゃったんですけど、めちゃくちゃうまかった、ね、あのボンマモンっていうのはね、こうやって、ね、ジャムがよく売ってるんですけど、ジャムはね、まあ、時々買ってるんですけど、その会社が作ってるマドレーヌ、ね、まあ、本場フランスのマドレーヌなんですけど、ね、いただきたいと思います。後ろがちゃんとね、貝の模様をしてるっていうのがね、マドレーヌらしいんですけど、まあそんなのは別にね、どうでもいいんですが、いただきます。この適度なしっとり感が美味しい。この間日本に帰った時に、なんかマドレーヌっぽいお菓子を多分2種類か3種類買って帰ってきたんですけど、ね、あれも美味しかったんですけど、それに負けないぐらい美味しいです。で、あれはお土産用なんで日本で買うと結構高いんですけど、これを多分7個入りで、まあ、3.5 ユーロぐらいだったと思います。だから今円安なんでね、ユーロ日本円にすると多分500円ぐらいだと思うんですけど、結構しっとりしてて美味しいです。でも日本は結構しっとり系のお菓子ってたくさんあるかな、ね、ドイツって結構パサパサなのが多いんです。こういうの買うと、ね、スポンジ系とかそういうお菓子を買うと、とにかく買ったのはいいけどパサパサしてがっかりしちゃうっていうのが多くて、ね、これは久しぶりに当たりでした。この間ケルンに行って、バウムクーヘンをカフェで食べたんですけど、そこのバウムクーヘンもしっとりしてて美味しかったんです。だけどバウムクーヘンも適当に買うとドイツは結構パサパサしてる、ね、日本はしっとりが好きなんで、しっとりのお菓子たくさんありますけど、まあね、そんな話で久々にヒットなので、また今度スーパー行ったら買いたいと思います。いただきます。まあ、もうちょいしっとりしててもいいかな。まあでもこんなもん。まあそんな話でした。